皆さん、実はですね、今回から私のパートナーができました。半田愛さんです。じゃーん、どうぞ。じゃーん、石毛さん、ありがとうございます。いえ、アナウンサーをしております半田愛と申します。声がいいね、声が。いや、石毛ひろみち TV に参加をさせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあなんで、はい、愛ちゃんそのライオンズユニフォーム着てるのかな。よく気づいてくださいました。ライオンズで4年間ですね、はい、応援番組だとか中継だとか、リポーターだとかでお世話になっていまして、はい、ちょうどあの時期は2007年から2010年の4年間だったんですけれども、その当時着ていたものです。このユニフォーム、応援番組。確かにね、僕らは着たことなかったんですけど、そういうユニフォームはこのデザイン、そうですね、一度評論家なんかで見たことはありますね。あ、そうですか、はい。まあ、あのクローゼットにね、ずっと大切にしまっていたものにまた袖を通す日が来るとは、うん、いや、まあ、これも石毛さんのおかげで、うん、ね、実はそういうご縁があって、今回から愛さんにお願いしたいんです。はい、まあ、僕がね、一人でくっちゃべってもつまんないんで、いや、で、なんでしょう、いろんなこう質問を投げかけていただくと、それなりの答えが用意できるのかなと、はい、今まで結構自分で喋ってたんですけど、結構ね、忘れたこともたくさんあったんですよ。そうですか。そういうことをこれからはね、引き出していただいて、はい、この YouTube がもっともっとこうバージョンアップするようなものになっていけばいいかなと思いますね。はい、力を尽くしていきたいと思います。頼みます。よろしくお願いします。はい、はい、さあ、ということで早速なんですが、今日どうしましょうか。はい、石毛さん、2007年から、はい、2007から2010までお世話になってました。その時、うん、誰が目星選手いました。目星選手といいますと、まあ、2008年が日本一になった年だったんですよね。うん、その年は本当に打線爆発、で、まあ、日本一まで行ったんですが、はい、まあ、オーダーで言いますと、1番片岡選手、片岡選手、栗山選手、3番が、石井義人選手、はいはい、ファーストですね、左バッターね、はいはい、4番に、はい、中村武也選手。あ、もういたんだ。そうですね、サードを守ってましたね。ちょっとごめんなさい、オーダーだと難しいかもしれないんですが、キャッチャー細川選手だとか、あと銀次郎選手ですね、今巨人に行かれました。はい、はい、で外野が、GG 佐藤選手。おお、我が家お世話だったんですよ。我が家ね、新築する時に、はい、あの杭をね、彼のところにお願いしたんですよ。はい、そうですよね、今お仕事、はい、はいはい、立派にもう青年実業家ですよ。そうだよね、スーツが似合う、似合う、体でかいしね、はい、そうですね、はい、GG 佐藤と GG 佐藤選手で、センターが栗山選手、はい、レフトが佐藤智明選手。おお、コーチやってるね。そうですね、あと外野は高山選手だとか、大島選手だとか、はい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 、はい、で、ショートが中島、中島選手、あ、そうですね、はい、はい、片岡が、ちょっと待ってくださいよ、その時監督誰ですか。渡辺久信監督。渡辺久信で優勝したんだよね。そうです、渡辺監督の就任1年目ですね、日本一にもなって、まあ、アジア制覇まで行ったという年でしたね。自分がそのやってた時代のことがこう嫌にこうバージョンアップされて、はい、俺のところがすごかったみたいになるんだけど、今の面々見ても、はい、ひょっとしたら俺たちがやってた時の選手の方の選手層の方が厚いのかなって気がするんですね。あ、でもそれこそ黄金時代。いや、でも今聞いたら中島がいてね、はい、岡割がいて、うん、片岡がいて、はい、栗山がいるわけでしょ、はい、うん、で銀次郎がいて、はい、うん、もうそこそこ、要はピッチャーですね。ピッチャーは涌井投手。おー、はい、涌井、はい、それから岸投手がルキアで、みんな西武で出ちゃったね。そうですそうなんです、はい、うん、あとはあの抑えはグラマン投手がいましたね。あんまり記憶にないな、はい、あと、ホアシ投手、あのパームボールを投げられる、ほうほうほう、はい、はい、あと石井和久投手もヤクルトから入ってきたという、はい、ところでしたよね。結構じゃああれじゃない、うん、案外トレードで引っ張ってきた選手はわりかし活躍はしてんのか、ピッチャーなんか特にね。そうですね、うん、はい、菊池雄星は入団してなかった。菊池投手は2010年。あ、2010年にですよね。あ、そっかそっか、はい、あ、どうなんだろうね、まあ、
その俺がいた時の、1980年代、はい、81年から、はい、その辺と2008年の渡辺監督の、はい、俺たちのそのプロ入ったその時鍛えられた時代というのは、僕はねたまたま過渡期に僕は入団したかなと思ってるんですよ、はい、で僕が西武ライオンズに入った時は、ちょうどこうのぶし的なね、うん、門限なんかありませんみたいな、二日酔いでゲームに出てヒットというのはかっこいいみたいなね、そういう時代背景のちょっと最後の方だったんですよね、はい、当時僕が入った時門限ありませんでした。でみんなもうバラバラでした。でゲーム開始の時にみんな集まって頑張ろうやみたいな、そういう風潮があってですね、はい、それからですよ、それから根本監督が変わられて広岡達郎さんが来られて、うん、はい、うん、そこで管理というものが、まあ、僕らの時代に改めて来たんですよ、はい、広岡監督もその現役生やつ読売巨人軍で川上監督が管理野球を引いて V9 を達成したんですね、はい、その教えをまあしていただいた広岡達郎さんがうちに西武ラウンジに来てくれて、はい、いやその前にはヤクルトスワローズに行って弱いヤクルトを優勝させてるわけですよね、うん、そしてその手腕を根本理子さんが買って西武ラウンジの僕の2年目の監督で来られたんですよ、うん、はい、でね、そういったもう野放し状態から管理だよって、食事制限するよって、門限も作るよって、ミーティングもやるよって、はい、一番反対したのが、反対したって言ったらあれだけど、はい、田淵さん、東尾さん、はい、太田さん、はい、土井さん、これのベテラン連中がふざけんなっていう今までの野球スタイルと違いじゃねえかって、俺たちはどんなことも腕一本でもう成績残してるわみたいな、うん、そんなのぶし的な選手が多かったんですよ。もうそれじゃダメだと、それじゃずっと安定した成績が生まれないから、ちゃんとした管理をして食事もちゃんと制限してトレーニングもちゃんとやって勝てるチーム作りをしようって言ったのが広岡達郎なんですよね。そういう教えを僕ら厳しくやられてきたんですよ、はい、厳しくやってやってやって十何年ずっと広岡さんから森さんに代わっても勝ってきて、うん、で渡辺久信もいました選手で、はいはい、うん、その野球は知ってるはずなんですよね。で僕らの時代っていうのはそういう過渡期で管理したことによって、まあ、強くなって、うん、まあ、パシックリーグでも制覇して日本シリーズでも勝ってったんですよね、はい、で今聞いた2008年渡辺久信、はい、現役時代を知る僕にとっては、はいはい、彼が厳しく選手に接するということはあまりねえだろうなっていう気がしたんですね。渡辺久信が何やったんだっけ、はい、監督、4年間ですか、4年やった4年間かな、うん、4年やって一度のリーグ優と日本一ぐらいでしょ、そうですね、はい、僕らの時は勝ち続けてきたんですね、連覇連覇という形でその時代が終わって渡辺久信が監督やっていきなり勝って日本一になった、はい、どうでしょう、ちょうど今からおよそ20年も経たないか、十何年か、12年前、2008ですか、うん、はい、12年、はい、時代の流れもあってですね、うん、僕らの時はがんじがらめにやられて、まあ、枠にはめられてやって教育されてきた、うん、それが解き離れて渡辺久信が監督になって少し時代の流れとともに若者の気質がこうだっていう時代の中でやって、はい、まあ、確かにそのもののエネルギーをまとめてね優勝に導いたってことは素晴らしいと思いますけど、はい、でも連覇がないっていうのはなと思ってね、うん、その当時見てて、はい、だから西武ライオンズはいろいろ規則があって厳しい、そんなルールがいろいろあったなとか、なんかそんなのなんかないですか。でもおっしゃる通り、まあ、渡辺監督はどちらかというともう選手に任せるスタイルではあったと思います、うん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 、特にその1年目というのは、はいはいはい、でちょうどその、まあ、選手も、まあ、若い選手が、ちょうどそれこそ片岡さんだとか、うんうんうん、中村さんだとか、うんうん、中島選手っていうところがガッと出てきた、うんうん、というところでもあったので、うん、なんて、まあ、世代交代ともまた違うかもしれませんが、うん、非常にこう若いチームという言われ方はしてたと思うんですよね、うん、まあ主力が片岡だったり中島だったりね、はい、中村だったりというところなんでしょうから、はい、まあ銀次もいたしね、はい、そういう面では早抜きの選手をうまく育てながら、二軍監督は誰だったっけ、田辺、当時がですね、でも田辺監督、田辺監督もうちょっと後ですかね、はい、
まあ、そういった、はい、まあ、編成が取ってきて、うんうん、まあ、あの独自 の, そのチーム選手を若者を作って上に上げてきて、はい、そしてまたその石井だとか、また石井義人とかそういう選手もトレードで取ってきて、うん、うまくなんかね合致してうまくチームを作ったっていう、はい、僕はね、はい、遠くで見てて、はい、セブンライオンズの卒業生 OB として、はい、あのダメちゃんやるのはいいよなって。でね、僕はね、渡辺久信は多分ね、僕と性格が大体似てんですよ。多分あっさりさっぱりタイプなんですよ。あんまり執着しないタイプだと思うんですけど、はいはいはい、うん、そのなめちゃんがやるんだったら明るくなっていいよなっていう、うん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 、明るくなっていいけど逆にどうなんだろうなという、ちょっとこうタガが緩むということもないのかなという、そういう心配ちょっとしとったんですよね。タガが緩む、うん、一度こう緩んだタガってなかなか元戻れないんでね、だからまあ4年やって1年しか優勝してないっていうのは、まあ、なべちゃんのいいところもあるんだけど、はい、まあ、厳しくできないというところもあるのかなというところで、うん、今年が4位でその後が2位で、うん、まあ、2018年まで優勝はなかったということですよね。ちなみに僕は14年間在籍させていただいて11度のリーグ優勝ですからね、はい、うん、そうですよね、うん、だからまあ、ひろがさんが、はい、まあ、ほんとこうそんなんじゃ勝てねえって始まって、うん、有名な話ですよ。あの僕が 1年目新人を取って2年目の自主トレで広岡さんが来られて、はい、お前が石毛かっつって、ようそんなプレーで新人を取れたの下手くそがって言われて、それがまず最初の挨拶だったんですよ。それからクソこの野郎と思って立ち向かってたんですけど、はい、まあ、そんなことからいわゆる、まあ、田淵さんもそうですよ、いろんな方もその意識改革的なものをやらされてですね、はい、強制的に、それで西武ライオンズの面々が田淵さん自身も変わっていったし、僕ら若手もスキルも野球に対する取り組みも考え方も野球感もアップしていって、それを土台を築いた後に今度は森さんが9年間かな、はい、やって、まあ、いわゆる黄金期を作ってくれたんですよ。そうですね、だからチーム作りとか強い組織を維持するっていうのはそれなりの教育としつけと、まあ、管理も必要だったか分かりません、はい、だからそういった人間な当時渡辺久信もおりましたし、うん、そういったものを教えてもらって染み込んでる、本人は染み込んでるけど、じゃあ今言った若手ね、はい、新しい面々はどうなのよっていう、うん、ライオンズの歴史はある、うん、礎はありますよ、カラーはありますよ、はい、じゃあこのカラーに染まってくださいよって言って、分かりました、それによって頑張ります、染まりましょう、うん、いろんなものを学んでいきましょうというスタイルなのか、そうは言ってもよって、俺は俺でやるよみたいな、うん、そういう若者の気質の中でなべちゃんがやっぱりまとめて少年団に勝ったっていうのは、まあ、ある面では、うんうんうん、リーダーとしては評価しなきゃいけないことだと思うんだけど、はい、まあ、持ち上げたり落としたり大変なところもあるんだけどさ、うん、うん、じゃあ野球選手って、はい、野球選手ってすごいね、あるいは野球選手これでいいのみたいな感じのことある？これねちょうどでもアーリーワークだとかっていうことが始まったのもそのあたりだと思うんですよね。まあ、僕早出特打ちだとかっていうことは選手それぞれが自主的にやってたと思うんですが、チーム全体でちょっと、まあ、あの試合の前の練習のそのまた前の早い時間から来て練習する、まあ、アーリーワークってありましたか、そういう言葉？いや、あの不調になったりね、はい、エラーすると早めに行って、まあ、1時間ぐらいノック受けたり、はい、バット打ったりすることはありました、はい、でもそういうアーリーワーク的な言葉はなかったですね。やってることは同じでした、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。